はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回この問題やりますので、一回ね、ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は有名なこの問題なんですが、丸2番で1個技を紹介します。これ本編では意図的に紹介してない技なんですけど、もしよかったらね、使ってみてください。で、今この状態ね、この場面で1番から解説を聞こうと思っている方はですね、まずノートにこれ写してください。フリーハンドで構わないので似た形でいいから、いいかい、動画止めていただいて写して、いいかな。で、なんでかっていうと、前にもね、言ってるし、これからも絶対しつこく俺言っていくんですけど、この関数の問題っていうのは、ここに載ってる情報を全部写します、あっちに。なんでかっていうと、全部写して、もうここ読まなくていい状態に持ってってください。いいかな。例えば、y イコール2分の 1x2 乗って書いてあるので、場所はいいからね、わかればみんなの好きなとこに書いて。この関数が y イコール2分の 1x2 乗でしょ。で、A が A の18って書いてあるから、A の18。これ A の座標ね。で、B が2の2です。ちょっとね、右側今回ギリになっちゃったから、ちっちゃくてごめん。これで入ってるよね。2の2。で、あとは、あれか、この A が0より小さい。左側にあるからね。A が負だよっていうとこだけまず覚えておきましょう。線でも引いておきますか、これは。いいかな。そうすると、ここだけ見ればもう分かると、こっちを確認しなくていいからね、っていう状態に持っていきます。では、この状態で、まずこのスモール A、小文字の A ですね。を求めに行きましょう。で、関数は、一次関数、比例、反比例、二次関数、どれにしても、今、A っていうのは、ここに載ってます。この関数の上に載ってますよね。関数の上に載ってるんだったら、この座標を代入してどうぞって。いうもそのルールになってる。そこ繋げてください。その点を通ってる。その点が、座標、グラフの上に乗ってるんだったら代入しなよって。だから、X のとこに A、Y のとこに18を代入すると、18イコール2分の 1A2 乗になります。今、代入しました。で、これを整理します。両方ね、2をかければ、こうなる。で、2乗、これ二次方程式ね。左辺の2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつきます、ここ。で、ルート36っていうのは、6と一緒なので、こうなる。プラスマイナス6ね。ただし、さっきやったように、A は負です。0よりちっちゃくなきゃいけない。だから、プラス6は答えとして使えないので、ちゃんと書くなら、A は負より、A イコールマイナス6。これで終了となります。これ幅使いたくないから引き出したいっていい。ちょ、4問ね、この幅で結構キツキツなるんで今回。A イコールマイナス6と。ごめんね、書き直しちゃって。で、こうなる。ギリだったかな。で、大事なことは今解きましたよね、A を。解いたら、ここの情報を更新していってください。A のままにせずにマイナス6って言ったからマイナス6を書き込んじゃうの。こうやってね。で、2番です。で、もうほんとね、この問題、このタイプの問題はすごく有名で、座標出しますよね。で、交点が必ずこうやって2つあるからさ、A、B って。それを通る直線の式を出す。で、大体が三角形 OAB を出すって、この3問はもうセットなんだよね。そう。だから数学苦手な方もぜひ3番までは自力で解けるようになっておくと、かなり違う。このタイプの問題は本当によく出てくるから。受験とか、模試とか、テストとか、ね、どんな場面でもね。で、AB です。で、今、A の座標分かってます。B の座標分かってます。直線って分かってるから、本当はね、本当は直線だったら、Y イコール AX プラス B って置いて、この座標入れる。ちょっとこっち行っていいですか？入れると、Y のところに18、X のところにマイナス6ね。マイナス 6A。プラス B。で、2の2も入れます。2イコール 2A プラス B。なぜかっていうと、この Y イコール AX プラス B ってこの直線ね。今求めたい直線なんですけど、
その直線の上乗ってるでしょ、 A と B だから代入して OK で、この連立方程式解いて A と B を出せば傾きと切片出ますので、それで答えっていうのが一番オーソドックスです。自分も今でもそれをやります。で、本編の方とか自分受験対策動画っていうのも撮ってるんですけど、それとかでもいっぱいこの問題やったのね。でもほとんどこれで解きます。俺は解くんですけど、せっかくなので今回ある技をちょっとお伝えします。で、それを聞いて、いやいや、この連立の方がいいっすよって思う方はこっち使ったらいいし、あ、何それ便利じゃんって思う方はぜひ今から言うやつ使ってみてください。俺はあんまり好きじゃないんでこっち使っちゃうんですけど、まあ楽なんでね。で、この技はどういう時に使えるかっていうと、このタイプの問題。2次関数と1次関数、つまりカーブしてるこいつと直線、交点ありますよね。その時、交点が分かってたら、この直線の式速攻で出せるんです。この AB ってやつが。で、まあ情報として、じゃあ、どうしようかな、A でいいか。こう2次関数があるでしょ？ Y 個 AX 2乗っていう2次関数と、じゃあ、どうしようかな、 M と N にするか。MX プラス N、ちょっと慣れない文字でごめんね。こう、2次関数と直線の式がこうあるときね。交点があるときに、それぞれの X 座標だけ使えます。交点の。Y 座標使わないです。じゃあ、ここをね、アルファとベータ、あんま慣れない文字ばっか使って申し訳ないんですけど、X 座標をアルファとベータってします。そうするとね、今この直線の式出したいじゃないですか。傾きと切片欲しいでしょ？ AB が欲しかったから。で、この傾きの方。文字がちっちゃくてごめんよ。傾きの方は、Y イコール AX2 乗の A、こいつかける、あそこの X 座標を足したものってできるんです。で、切片の方、つまり B の方ね。あ、B じゃ N の方ね、ごめん。は、マイナス A。A にマイナスつけます。それ、かける、自分ちょっと意図的にこう書いちゃうんですけど、X 座標をかけたもの。っていう風な技があるの、これ。で、まあ、よく参考書とかにも載ってますけどね、塾とかで聞いたことある方も多いと思うんですけど、で、やってみると、今 A って2分の 1X2 乗だから A2 分の1でしょ。2分の1かける、切片じゃない、ごめん。X 座標足したものだから、マイナス4だよね、足すと。つまり、マイナス2分の1かけ、ごめん、2分の1かけるマイナス2だから、あ、もう、言ってることと書いてること違う。マイナス4だから、マイナス2になります。いい？で、こっち。2分の1にまずマイナスつけるから、マイナス2分の1ね。で、かける、X 座標をかけたもの。マイナス6かける2だから、これマイナス12。で、約分すると6ですよね。だから、傾きマイナス2、切片6って出るから、これ下は無理だよね。無理だった。答え。y イコールマイナス 2x プラス6と。これが答えになります。で、ちょっと動画長くなっちゃって申し訳ないんですけど、このね、こっちでも本当に解けるかを確かめます。これ、引き算すると、一応書こうか。これ消しちゃうね。書くけど。ちょっとこのままやっちゃいますよ。この状態で。2a プラス b。これの楽なとこは b が揃ってるからね。分数とかじゃなければいじんなくていけるからさ。引き算すると左辺16です。で、ここマイナスからマイナス 8a。両辺マイナス8で割ればマイナス2となる。傾きは同じでしょ。で、このマイナス2をまあこっち、下の式とかに代入すると、2イコールマイナス4プラス b。これ持ってくれば b イコール6となるので、同じになると。ね。普段から連立慣れてる方はそんなに時間取らないんで、このね、連立。B 揃ってるからさ。だから別に自分は普通に上のね、連立でやってしまうんですけど、まあこの2次関数と直線のね、交点に関して X 座標、そして、2次関数のね、その2分の1って部分が出てれば、こういう技が使えますので、まあもしよかったらね、選択肢の一つにでも持っといてください。さ、幅がすごく心配です。3番行きましょう。多分ね、ここで行ける。で、この三角形 OAB ですね。あ、で、直線の式でも出たから書こうか。情報更新しましょう。で、こいつが Y イコールマイナス 2X プラス6です。でね、あ、待って。攻めすぎたね。で、これね、直線の式出た時に、ぜひ癖でね、
もう体が反応しちゃうぜってぐらいなってほしいことがあるんですけど、こう出たじゃないですか、直線の式。出たら、使う使わないはどっちでもいいんで、ここの座標を書き込んでください。切片。いい。なぜかっていうと、切片ってここプラス6でしょ。だからここの座標6だからね。まあ、本当は0の6だけどさ。これ書き込む癖つけるといい。で、もうちょっと行くと、ここのね、交点の、X、まあ、X 切片なんて言い方をするんですけど、そこを出してもいいんですが、ちょっと今回そこ置いときます。ここは絶対書いて、癖で。いいかな。で、三角形 OAB、ね、面積求めたいと、ちょっと引いていくと、このぐしゃぐしゃになっちゃうけど、理由して。ここの三角形です。で、関数において三角形の面積出されること、まあ、出しなさいって言われることたくさんあるんですけど、基本的には、まあ、よく空中に浮いてるって言い方するんだけど、今形がさ、こんな感じでしょ。これいきなり出せないです、基本的に。じゃあどうするかって言ったら、切ります。切るの、三角形を。で、何で切るかっていうと、X 軸か Y 軸で切ってください、基本的には。だから今、Y 軸がちょうどここで切れるんだよね。Y 軸いるでしょ ?X 軸関係ないからさ、今、横にいるから。切って、右側と左側に分けて面積出す。いい、分ける。は、軸で切るっていう。で、そうするとなんで出せるかっていうと、まず左からいこっか。これあれだな。3番上から行った方がいいね。で、4番下に行こうか。ちょっと左って書き方するよ。この左の三角形ね。で、この三角形出すとき、切った後ね。切った後出すときには、基本的にまあ、底辺かける高さ割る2、もしくは底辺かける高さかける2分の1で三角形出せますけど、底辺は軸を使います。軸。だから、今だったらここを底辺にして、Y 軸を。そうすれば、6って使えるから。ね。絶対つけんだよね。こういう感じでね。底辺の長さ6なんですよ。6。かける、高さどこかって言ったら、底辺ここだったら、高さはここね。三角形。そこの長さが高さ。じゃあ、ここいくつかって言ったら、これ今、マイナス6の18なんでしょ、A。マイナス6だから、ここの距離、6だよね。長さにマイナスはないから、マイナス6こっちに来てるけど、長さは6ね。いい?だから、長さ、底辺の高さか。もう6で、あと高さかける、出せねえよ。かける2分の1して、これが左。で、これ18ですね。で、右も同じように考えます。底辺同じくここ使って、6。かける、高さはここです。これは B の座標、2の2だからね。だから2です、ここ、長さ。つまり高さ2かける2分の1だから、6。で、左と右を足せばいいから、18足す6。なので、3番の答え24になります。で、面積に単位つけないとすごく違和感がある子が多いと思うんですけど、問題文の中にセンチメートルを使いなさいっていう指示がない場合は単位をつけちゃダメです。これ勝手にセンチメートルつけると厳しい先生罰になります。もしくは減点ですね。優しければ三角、まあ、丸にしてくれるかもしれないけど、おまけでね、単位を使ってないから使わないでください、あそこは。いいかな。で、4番いきましょうこれあれだね、青々になっちゃったね、ごめんよ。4番は X 軸上に点 Q ですね。もはや俺の手で消えましたね、 Q を、置いて AQ 足す Q、 BQ の長さが最短来ましたね。これ前やりましたね、最短となるとき、まあ、前やったあれか、俺があの中2の、テスト対策で取ったんですけど、こーっとこれ、ごめん、これひどいね、ごめん。これを足したものが最短になるものを求めなさいっていう問題。で、このやり方は、もしよかったらね、テスト対策中2のやつに、ありますので、一次関数のところに見てもらえたらと思うんですけど、これは、例えばさ、こう言って、こうやってもいいんだよ。こう言って、こうって、いろんなね、跳ね返り方があるんですけど、その中で一番短くなるものを出したかったら、今跳ね返ってるのは X 軸だよね。で、そこに、近いの今 B じゃないですか。A と B 比べたら。B を、これの反対側に点を取ります。反対側に。で、そうすると座標わかる。なぜなら2の2でしょ。これの反対側だから、X 座標は変わりません。まっすぐ下に下ろしてるから、2だけど。でも Y 座標は跳ね返ってるから、こっちが2ならこっちはマイナス2ですよね。跳ね返った1。まあ、B' とかでも置いとこうか。ここね。で、この A と B' をつないだ
ここちょっと俺の図が悪くて原点っぽくなっちゃったけど、そこが答えになります。でなんでそうなるのかっていうのは詳しくはね、その注意の方を見てもらえたらと思うんですけど、まあ一応ざっくり説明しようか。今ねちょっと図を簡単に描くよ。こうです。で跳ね返る場所探してるんですけど、で今ここの反対側、これ理科のね、あの光の単元にも似たのがあるんだけど、ここに持ってくるでしょ。でここをこうつなぎますと、そうするとね、ここの長さとここの長さ当然同じです。いい？同じだから今こう跳ね返った部分を足したものは今この直線と同じものになります。こっち側に移したの、ここの長さを下に。で今直線になってるでしょ。これを例えば外に寄り道してしまったらその分長くなります。絶対に直線が一番短くなるから、繋いだ時は。だから跳ね返ったものを考えて直線にしてしまえばそこが一番短くなるよっていう考え方をします。最短の出し方はね。もう今動画も10分超えてて申し訳ない。そうそう、それだけ大事なんでね、ここの問題4問ね。でそれが分かれば結局はこのマイナス6の18と2のマイナス2を通る直線を出せばいいと。でもこれはこれ使えないからね、あの B' この2次関数のに乗ってないから普通に出してください、このやり方ね。で Y イコール X プラス B を使ってこれまず代入すると18のマイナス 6A プラス B で、今度これ代入するからマイナス2イコール 2A プラス B、まあ、直線出したいときは基本的にこれ使うと分かりやすいです。で B 揃ってるから引き算すると20イコールマイナス 8A、両辺マイナス8で割るとマイナス8分の20、約分してマイナス、入んないかな、マイナス4でいけるか、2分の5ギリで A が出ましたんで B、下に代入したから楽かな、下に代入するとここから 2× マイナス2分の5、約分するとマイナス5か B、 だから B イコール3とこうなります。つまり今こうなってた直線の式は y イコールマイナス2分の 5x プラス3ということが分かりました。で結局出したかったのは Q の座標なのね。で Q ってごめん、 Q っていうのは x 軸の上に乗ってるから、答えここにあってもいいかな、乗ってるから y 座標は0なんだよね、 x 軸に乗ってるから。つまり、ここの y に0を代入して OK だと。で、x 出せるからね。この y に0を代入して、ここ0。ここね。で、マイナス2分の 5x、左辺に持ってくれば、ごめんね、狭くなって。こうなる。で、両辺5分の2をかければ、x 消える。x ね。この係数消えるから、これに5分の2をかける。そうすると、5分の6になるから、q の座標は、5分の6の0と。これで、ああ下切れてる、ごめん、ちょっと待って、汗がやばい、よいしょ、これで見えるかな、ギリかな、ちょっと待って、もうお前ね、でもちょっと、答えでねえや、解説飛ばした方がちゃんと分かるように上に書こう。 Q が、5分の6の0と、これで分かるかな、よし、もう切れてるけど、まあ、理由して、はい、という感じでございます。ちょっとね、かなり盛りだくさんになってしまったんですが、もう最低でも3番までは本当によく出てくるので、この流れぜひね、できるようにしてください。で、2番で使ったこの技に関しては好きな方で、まあ、選択肢として持っといてもいいと思います。便利な技は技なので、ただ自分はこっちの方が好きだよっていう感じは、それだけ伝えておきます。まあ、好きな方選んでね。では今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やらせていただきました。ちょっとね、長くなっちゃったんですが、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では引き続きね、テスト対策取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。